はい、じゃあマルティーズの紹介に行こうかなと思います。はい、あ、そうだ、はい、ちょっとお待ちくださいね。磯材ドッキングワンピースです。はい、品番が、E の3188 でございます。お色がもぴちゃん着ているのがブラックかけるブラウンです。はい、です。はい、そして手に持っているのがブラックです。はい、はい、そして花ちゃん着ているのはネイビーでございます。はい、全部で3色展開になっております。はい、お値段いきます。じゃじゃん、3990円。イエーイ。はい、そしてこちらも本日8時から販売スタートで11月16日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格でございます。はい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあおすすめポイントをご紹介します。これもね、やっぱドッキングで切り替えがあるので、こちらもスタイルアップが叶うアイテムになってます。うん、そのあの位置も高すぎただけ骨格によっては苦手な方もいたり、低すぎたらやっぱウェーブとかも苦手だったりするんですけど、ちょうどいい、程よい、結構あの骨格も気にせず着ていただきやすいワンピースになっております。うん、はい、でワンピースのこの異素材のスカート部分は A ラインになってるので、結構このお腹周りだとかお尻周りもくれてくれるし、そのラインとかもあまり出ないので、すごい体型カバーにもなる1枚なのと、結構まあ身幅はあるので、あの妊婦さんとかでも着ていただけるんじゃないかなと思います。このウエスト部分も、ね、あのゴムが入ってるんですけど、このウエスト部分ちょっと細めのゴムが入ってて、でも結構しっかり伸びにはなってるので、うん、あの妊婦さんとかもこれは楽しんでいただける1枚かなと思います。はい、でトップスのこの切り替えの上のトップス部分はリブニットになってます。はい、こんな感じで、でもすぐあのピタッしすぎないと思います。これはちょっと伸縮性もありますし、結構柔らかめのトップスになってるので、そこまでラインも気にせず着ていただきやすいので、この体のラインとかもね、ここまでしっかりめっちゃ沿うアイテムじゃなくて、ちょっと身幅もゆとりがあるので、体型も気にせず着ていただけるワンピースかなと思います。うん、結構これは1枚で主役になるワンピースかなと思うので、うん、本当にね、そうですよね。うん、まあ、素材感的には多分春先まで全然問題なく着ていただけると思うので、うん、これはいろいろ長く楽しんでいただける1枚かなと思います。はい、はい、みんな可愛いって言ってくれて、 ありがとうございます。ちなみにもぴちゃんのワークは発売されてます。あ、発売されてます。うん、多分まだ在庫あると思う。そう、キルティングバッグで検索していただいたらすぐに出てくると思います。はい、思います。はい、でスカート部分は裏地ありますか。裏地あります。うん、裏地はね、膝、私の身長で膝ぐらいかなまでの裏地がついてますが、冬はもしかしたら1枚だったら寒いかもなので、うん、下にタイツとかを履いていただいた方がいいかなと思います。はい、はい、うん、真冬に上に重ね着するとしたらどんなトップスが良さそうですか。でも何でも合うと思います。それこそ、うん、今日発売のこれを、うん、あの前開けてもいいと思うんですけど、あえて締めたりとかもいいですし、なんか普通にスウェットとかカジュアルなスウェットとかでもいけると思いますし、結構何でも合いそうな気がします。はい、はい、あ、低身長さん動画お願いします。OK です。はい、うん、じゃあ低身長さん動画流します。お願いします。はい、152センチのスタッフです。うん、ほい、こんな感じ見えるかな。はい、ちょっとねぺったんこだったらちょっとまあでもすってはないぐらいかな。まあ、ブーツとか履いてもらったら相性いいかなと思います。もう一回流しますね。お、はい、こんな感じです。商品ページにもねハマってるので、よかったら合わせて見てみてください。152のスタッフです。はい、あ、裏地あるの最高ですってね、裏地あるの嬉しいです。まあ、でも結構しっかり濃いめのスカート部分は濃いめのカラーなので、そこまで透けとかは気にならないと思います。ジャケットとか合わせて、あ、めっちゃ可愛い。可愛い。また雰囲気変わりますね。うん、私のアウター着てくれば、うん、せっかくね。ね、うん、こうで下がる下がる。はい、スカートはシャカシャカ系ですかといただいてますが、シャカシャカってそのね、しないよね。そうですね。うん、全然あのなんかウィンドブレーカー。うんうんうん。みたいな感じのシャカシャカ感とかは全然ないです。そうですね。サラサラはしてますね。うんうんうん、はい。でもこのワンピースはコートもジャケットも、はい、あとはなんか本当にベストとかも合わせられるかなって思うし、うんうん、ショート丈のアウターからロングまでいろいろ
来ていただけるかなと思います。はいはい、この前日お宮参りに行けそうですか？行けそう。行けそう。うん、うん、本当にもう綺麗めにも仕上げていただいていいと思います。うん。うんうん、切り替えのところは緩くないですか？あでも結構ね、ゆとりはある方だと思います。キュッて締め付けられてるっていうよりかは、ちょっとやっぱゆとりがある方だと思います。でもそんなドッキングにはなってるので、うん、なんか緩くて着にくいなっていうのはそんな感じないとは思います。ただやっぱお腹ポコとか、それこそ結構伸びにはなるので、妊婦さんとかも着ていただけると思います、こちらは。はい。うんタイツ履くと静電気くるかな。あまあ裏地があるので、うん、やっぱこれから乾燥する時期になると、うん、全く静電気来ないとは言い切れないと思います。やっぱちょっと乾燥の摩擦とかで、うん、なので気になる方はそういう静電気防止スプレーとか振ってもらったらまだ気になりにくいかなと思います。はい、はい、うん、ファーベストコーデも良さそう。めっちゃ可愛いと思う。可愛いと思う、ね、絶対いいと思います。うん、絶対可愛い。中にあったか系のインナー着れそうですか？あ、大丈夫だと思います。私は全然問題なく着れると思います。結構身幅もちょっと若干ゆとりあるので、あ、見にくいかな、こんな感じでちょっとゆとりはあるのと、あと伸縮性もあるので、多分そういうインナー系ヒートとかはあったか系はいけると思います。はい、あ、静電気防止スプレー買いました。あ、ありがとうございます。ぜひもう今から大活躍なのでね。ちょっと下上戻りますね。あ、素材教えてください。お素材はトップス部分が、レーヨン 72% とナイロンが 28% のアイテムで、うん、スカートが表地が綿 100% で、裏地はポリエステル 100% になります。あ、寒がりだけど N555 とか着れるかな。あ、中はもしかしたらちょっときついかもしれないです。 N555 はきつそうだ、うんうん、きついかもです。だからそういうなんかインナー系は大丈夫だと思います。はい、うん、じゃあ、あ、そうですね、はい、着替えてきます。ちょっと帽子を合わせてみました。なんかスニーカーとかでも可愛いんじゃないかなって思います。うん、はい、あ、ペプラム貼ってみてほしいです。あ、 OK です。ペプラム私も、あ、そうかな。まず何が貼ります？黒、白、白、はい、ありがとう。そうよね、この合わせきっと可愛いもんね。少々お待ちくださいね。あ、待って、かわいい、本当に。あ、うんうん、あ、はなちゃんはパーソナルカラーブルベ夏でございます。ブルベ夏、うん、ブルベ夏でございます。よいしょ、ちょっとくくりますね。うんうんうん、あ、カーディガンもじゃあこの後羽織りまして、まずペプラムパオとか、こちらがパオをしてきてくれた、はい、ひとまずさっきの、ペプラムですね、着るとこんな感じ。すごいお上品になれそうだわ私。あ、いいですね、お上品になれそうだわ。あ、ベストもやっぱいいね。そうですね、ベストもありますね、うん、ファーベストも、うんうん、その相性は、うんうん、で、次カーディガンね、はい、うんうん、スカート足輪になりやすい感じですかって。あ、まあ、一応メインフックにはなるので、うん、どうだろう、ちょっとクシャクシャっと、まあ、やっぱ全くいかないとは言い切れないかな。ちょっとやっぱ多少はいってしまうかもしれないですね、うん、まあ、こうやって伸ばしてもらったらちょっと治るんですけど、やっぱあのお出かけする前とかはアイロンとかしてもらった方が綺麗に着ていただけるかなと思います、うん、はい、このファーベストはね、伊豆シーナです。そうなんです。そう、さっきソナリのサンプルルーム行ったあたり、これは伊豆シーナアイテムです。はい、うん、
あ、確かに羊さんベストにも合いそうでよき。確かに羊さんベスト合いそう。合いそう。羊さんベストもね、狙ってるんだよ。またお楽しみに。うん。あ、このワンピース、真冬はどうやって着たら活躍しそうでしょうか。あ、それこそこのカーディガン合わせとか、はい、真冬はね、可愛いと思います。あと、上からなんかニットとかでもいいと思いますし、うん、ちょっと着てこようかな。うん。もう普通にね、着ちゃえばね、このスカートの形もすごい綺麗だから、普通にレイヤードが楽しめそうな感じかなと思います。うん、そう、伊豆市にこんな可愛いパワーベストが。そうなんです、日差しはいつも可愛いものを置いているんですよ。はい、そうなんです。あ、もみちゃんちょうどスウェット合わせをしてくれております。うん、ちょっと戻ります。あ、原ちゃん素敵、ありがとうございます。あ、ピアノの発表会に行けば確かにね、確かに行けそう。うん、うん、うん。で、今だったら結構カジュアルに仕上げられたので、はい、普段着としていけますね。うん、いけると思います。あと冬は暖かい感じで着れると思います。うん、はい、思います。うん、スウェットで、これは裏キロモのスウェット着たんですけど、うん、めっちゃ暖かいと思う。これに多分あの、なんかあったか系のインナーとか着たら、めっちゃ暖かいと思います。確かに。うん、ハラジャケットします。あ、ありがとうございます。ハラちゃん、そのコーデに緑のコートはゴワゴワしたりしますか。あ、この着たままかな。あ、ちょっと待ってくださいね。ありがとうございます。よいしょ。でもアウターの時にね、ハラちゃんこれと着てくれてたけど、なんかいけそうでしたもんね。うん、いけるし、うんうん、ゴワゴワしないか。うんうん。かわいい、かわいい、かわいい、やばいって言っても、やばい。でもゴワゴワ、ゴワゴワはそんなに、あの、ま、中に着てるなっていう感じはあるんですけど、全然なんだろう、見た感じとかにゴワゴワさが出てないので、うん、大丈夫かなって思います。わかります。はい、なんか今ちょっと襟っぽい、襟っぽいな。あ、確かに。あ、本当クリスマスディナーとかに行きたくなる。あ、いいですね。わあ、もうそんな時期か。時期か。早いですね。早いな。今年は土日だからね、クリスマスが。あ、そっか。そうなんですよ。楽しみ。おお。あ、ワンピースを2色買いしちゃいそう。ね、可愛いですよね。しかもこれも本当春先まで全然使っていただけると結構ほんと長く使っていただけると思います。はい。うん。今来ました。何の紹介ですか。今はね、あの、異素材のニットワンピースの紹介をしております。はい。あ、またスニーカー履いてほしい。オッケーです。じゃあ、原ちゃん帰ってきたらスニーカーと合わせてみますね。はい。はい。あ、苦手なワンピー多いけど、これは私も似合いそうな気がします。あ、ありがとうございます。結構これは、ブーツとか、それこそ合わせるバッグだったりとかで結構カジュアルにもいけるし、それこそヒールとか合わせてもらったら結構綺麗めにも合わせれるので、すごいあの幅広い方に楽しんでいただけるワンピースだと思います。はい。あ、洗濯表示教えてください。縮みやすいかなっていただいてるんですが、これあの一応手洗い表記になってるので、やっぱちょっとレイヤーとか入ってるデリケートなアイテムにはなるので、お洗濯していれば多分手洗いとかでしていただいた方が多分長くは着ていただけると思います。はい。ワンピースで2色は何色にするんだろう。ネイビーとブラックとかも可愛いですね。また雰囲気どれもあの結構着やすいアイテムなのでね。今年はレタラーとのコラボ企画はないですか。ああ、どうだろうな。まだ今のところちょっと予定はないですが、またね、できたらいいですね。確かに、レタコラとか久しぶりにしてないので、またできたらいいですね。けど今のところちょっと予定ないけど、でまだイーちゃんコラボとかもありますし、お楽しみにしてください。はい。あ、もちゃんのトレーナーは品番お願いします。OK です。こちらはね、先週発売した、品番 C6483 です。裏肝トップスでございます。スターワンピースは何色展開ですか。3色展開です。色は黒と、あ、聞いちゃった、ブラックとブラック×ブラウンとネイビーの3色展開です。
はい、あ、ジャケットもかわいい。でもやっぱ分かる、私このワンピースすごいシンプルにジャケット味が一番好きかもしれない。うんうんうん、なんかやっぱ程よく、なんやろ、いい感じになるよね、このなんやバランス。あ、確かに、うん、確かにめっちゃバランスいいですね。そう、めっちゃおしゃれ、うん、ジャケットかけるやっぱロングワンピースが好きなのかもしれない、個人的に。あ、あれじゃまた雰囲気違って、よかったよかった。ネイビーとブラックかけるブラウンにしようかな。あ、いいと思います。ね、ジャケットはやっぱり可愛いですよね。でもそうなんですよね、なんかやっぱロングワンピースはロングワンピースはごめんなさい、ちょっと面白かったロングワンピースはやっぱジャケットがねいいですよね、バランスなんか相性がアイテム的に、うん。あ、来月見に行くピアノの発表会に来ていきたい。めっちゃいい、めっちゃいいじゃないですか。いいですね、素敵、うん、はい、はい、あ、いいね、ネイビーで、うん、でスニーカーとも合わせたんですけど、かわいい、いけますね。なんかスニーカーがかわいい。かわいい、うん、それ普通にキャップかぶったら絶対かわいい。確かに、あ、キャップあるから、ないや、ハットかぶったら、あ、確かに、あれ、私のさっき、あ、ちなみにこれは、あの私の私物で、ありがとうございます。はい、あ、いいですね、いい、ちょっとカジュアルダウンしてめっちゃいい、はい、めっちゃ好きだ、私も好きです、これいい感じ、ユキユキ、うんうんうん、うん、あ、今日は久々に爆買いするそうだ。一緒、一緒、間違いない、一緒あ、ジャケットはごめんなさい、もうあのないやつなんです。そうですね、ちょっと前のやつで申し訳ないです。また春とかになってきたらね、そうですね、出てくるかなと思うんですが、うんうん、はい、実物見てお値段相当かな、高見えかなってあるんですけど、え、普通に高見えすると思います、うんうん、でですね、うん、あの普通にいいっていうか、うん、めっちゃいいです。なんか素材感的にもそうそうそう、うん、すごい高見え、うん、うん、はなちゃんベストも合う、合いますよ、合うね、あるね、あるあるよ、あ、ごめん、ありがとうあるね、え、かわいいと思う、絶対、うん、あ、でハットとスニーカーもいいですね、カジュアルにも良さそう。白スニーカーに合うのはどのワンピースがいますか。白スニーカーね、多分どれも合うと思う、うんうん、が個人的にはなんかブラックにモノトーンで合わせてもらってもいいなと思うし、いや、でもどれも合うと思いますでも、あ、ブラックか、ブラックかな、間違いないのは、うん、うん、と思います。そうね、うん、さっきのグリーンコートじゃ何色がいますか。さっきのグリーンコート多分もうどれも合うと思う。個人的にはブラックかけるブラウンが好きです。うん、うん、うん、あ、私も今日は爆買いしちゃいそうです。ありがとうございます。黒とネイビーどっちが高見えですか。あ、どっちも比較的ね高見えですよね。悩む。が本当合わせるアイテムによってなんか全然雰囲気変わるんで、うん、どっちもいけると思う。え、でもね、どうだろうな。でもネイビーかけるネイビーってあんまりなんか見ない気がするんで、素材とかでもね、なんか上品さが見えるかな、うん。確かに。うん。って思います。はい。ですね。うん。あ、今日はコートの黒とカーディガン白黒。お、ワンピは黒かける黒を買う。ありがとうございます。ありがとうございます。黒は間違いないからね、絶対使えると思います。うん、絶対使える。うんうん。うん、バイカラーは黒だけ、そう、黒、そうですね。あ、バイカラー、あ、でもネイビーは同じカラーのネイビーです、うん、で、ブラウン×黒だけがバイカラーになってますね、うんうんうん、光の当たり具合ではネイビーとかブラックもバイカラーに見えたりはするんですけど、一応、うん、素材のカラー的には同じ同色にはなってます。はい、はい、あ、今ワンピおいくらですか。ありがとうございます。ワンピは税込み3990円でございます。はい、でね、明日の朝11時59分までやったら特別価格です、はい、ぜひこの機会に、うん、あ、もうすぐ発売のボアのショートベスト上に来たら可愛いかな。え、可愛いと思う。富田さん引き場のやつですよ、うんうん、可愛いと思います。はい、可愛いと思います。そして私も花ベスト行きましたが、あ、可愛い、ワントーンでいいですね、はい、ワントーンでいいシンプルに赤ジャルダウンしてきました、うん、はい、
ブーツもちょっと厚めのやつにして、うんうん、カジュアルダウンしちゃいました。はい、はい、よいです。そんな感じですかね。あはるちゃんベスト、ベージュだと何色のワンピースがいいですか？ベージュでしょ。でも黒は間違いないと思うんですよね。そう、黒はね絶対間違いない、うん、ベージュ、でもね、でもベージュかけるネイビーが個人的にみんな好きなんですよね、うん、だからネイビーを見けるっていう、うんうん、ちょっと女性らしさ残すんだったらネイビー、うんうんうん、もうグッとかっこいいに振るんだったら黒かなって思います。もう一個の方も多分似合うやん。あ、そうですね、確かに。ブラックかける馴染むのはそうか、うんうんうん、ブラックかける黒の方が。ブラックかける一緒でしたね。ごめんなさい、ブラックかける黒です。ブラックかける黒は馴染むかもです。はい、じゃあ次に行きましょうか。そうですね、うん、次デニム行きますか。デニム行きましょう。はい、はい、お願いします。はい、着替えてきます。あ、もうそれもたまらんな。いや、そうですね、もしかしたらちょっとのびちゃんやってくれてるかもしれないですが、スカートのアップはこんな感じでございます。さらっとしたお素材ですね。こういう感じの音が出るかな。でもシャカシャカみたいな感じのものではございません。はい、あ、ワンピとバケハのスタイルね、めっちゃ今っぽくておしゃれですよね。おすすめでございます。ゲストハットまたレタスからも出ます。ももちゃん品番です。お楽しみに。はい、あ、コートグリーンが OK です。白かぶろうかな、白買おうかな私。あ、ごめんね、ありがとう。サンキュー。よいしょ。うん、しろさん好き、私来たかな、来てないか、こんな感じです。もうシンプルにやっぱロングワンピースにロングコートって感じ。あ、ジェネさん、でも同じく授乳中で悩みますって。あ、そっかそっか、ワンピースだから。でもね、私はあの授乳中に思いましたよ。その棚にこう、それこそお食い止めの時とか、ちょっときれいめシーンにおしゃれしたい日とか、もうあんまり授乳のことを考えすぎて好きなものを着れないっていうのは結構ストレスだったので、もう最悪ね、授乳室があるようなところに行く時だったらもう全然気にせず着てました。なので、あの授乳中のお母さんうまかったらちょっとストレスもたまると思うので、ストレスたまらない程度におしゃれ楽しんでくださいね。